バーヘ人間は、オランダのヘルダーラント州にある、基礎自治体。生命科学のバーヘ人間大学で知られ、2010年1月1日時点の、人口37,414人のうち、数千人を学生が占め、同大学の関連機関は、およそ7,400人を雇用している。定例イイン側の北岸、ヘルデルセ警国とヘルーベ丘陵の境に位置する。車では A、A12、 A15、A50 の各高速道路から鉄道では A でバーヘニンゲン駅からバスで15分ほどのところにある。1654年のバーヘニンゲン城ドイツ陸軍のヘニンガー少佐とカナダ軍との協議この地域で最古の村落は現在の中心街の北にあり828年に歴史上に登場した。中世には東の丘に小さな教会が建てられ、 その近くに農場も数軒あった。12世紀になって、現在のベルフストラートへ入植が始まり、堤防が完成してからは、現在の市街にも南部から人々が定住した。1263年に都市圏を取得。1526年に城塞が築かれ、城壁と号で守りを固めていた。18世紀に破壊されたが、塔と城壁の一部は復元されている。 1876年に設立された農業学校をもとにして1916年に初の高等教育機関が置かれバーヘ人間大学の前身となった。これによりバーヘ人間は小さな趣向ある街から現代的な科学技術コミュニティに変貌を遂げた。現在では食品関連の企業や研究機関が集まるフードバレーの中心地となっている。 1945年5月5日に、ドイツ軍のヨハネス・ブラスコビッツ上級大将が、カナダ軍のチャールズ・ファルケス大将に降伏し、オランダにおける第二次世界大戦が正式に終結したが、両軍はバーヘニーゲンのホテルデ・ベレルトで降伏条件を協議した。同ホテルは2004年に宿泊業を再開している。このことからオランダでは、毎年5月5日を、 解放記念日と定め、バーヘ人間でも、退役軍人のパレードなど盛大な祭りが催される。サッカークラブの FC バーヘ人間は、KNVB カップで2度優勝を果たしたが、1992年5月のナックブレダ戦を最後に消滅した。ありがとうございます。